ってんだよ、わたる。二十歳までに幽霊見ないと一生見れないってお袋言ってたぞ。見なくて済むならさ、その方がいいんじゃないの？そうか。幽霊も見ないで暮らすなんてつまんないじゃんかよ。わたる見たくないのか？幽霊なんていないよ。このビルに出るってのはどうせ。本当にアヤなのか？まだ一つ目だもんな。俺のなんだ。悪い、こいつがさ。かっちゃん、今人が。え、何？空に浮かぶ扉にヒュって、ほらあそこ。いや、遅刻しちゃう。おそよ様、起こしてくれればいいのに。これもらってか。ちちちち、食べながら歩くのはお父さん感心しないな。でも眠れなかったのか？夜遊びでもしたんじゃないの？宿題やってたんだよ。してきます。急げよ、当たる。ごめん、かっちゃん。もしかしてあれ見ちゃったから眠れなかったか？そうだけど違うって。僕が見たのは普通の子供だよ。そいつがでっかい扉の中にさ。いいな、わたるは幽霊が見れて。違うよ、あれは絶対に幽霊じゃないって。あれは人間だって。わたる、ほらあいつ幽霊見たっていう2組の新入り。ねえねえ、足川君。すっかしてるよな。でも女子はあれがかっこいいって言うんだぜ。足川君、何か喋ってみて。ほら、いきなり言われたら足川君困っちゃう。かっちゃん、あいつだ。三丁目の幽霊ビルに勝手に入ったのはお前か？あそこは俺たち6年の幽霊探検隊しか入っちゃいけねえ決まりなんだよ。幽霊なんて信じてるの？6年生にもなって。
行くぞ、渡る。あ、お父さん、今日は早いんだね。そうだ、聞いてよ。隣のクラスに転校生が来てさ、かっこいいんだよ。渡る。え？お父さんはこの家を出ている。お母さんとは別の人と暮らすことにしたんだ。ただいま、お腹すいた。びっくりした。お父さんの冗談初めて聞いちゃった。晩ご飯一緒に食べられるんだよね。渡るももう5年生だ。どういうことかわかるね。お父さん待ってよ。お母さん。お父さんが出てっちゃうよ。お母さん追いかけなくていいの？どうして？出張なんていつものことじゃない。違うよ。お母さんじゃない別の女の人と暮らすって。お父さんが。そんなの冗談に決まってるでしょ。お父さんが冗談が嫌いなの知ってるくせに。必殺フリーキック。バカ、キーパー外してどうすんだよ。ごめん。少しは反省したか新入り。その目がムカつくんだよ。助けなくちゃ、助けなくちゃ、助けなくちゃ。誰だ。なんだお前、こいつの友達か。ひどいよ。面白いな。ひどいよだってさ。ひどいってのはこれくらいやんねえと。やさみすんなよ。石岡くん、バーン。もらった。こいつ。大いなる冥界の宗主よ、我冥薬にのっとりここに来い願わん。なんだよこれ。我にあだなす敵に苦恩の眠りを、溶けぬ氷の呪縛を与えたまえ。サキロス、ヘルキス、メトス、ヘルキトス、いでよ暗黒の娘バルバローネ。ありがとう。
方たちって乱暴で嫌な奴らだけど、あそこまで。さっきの化け物って本当に足川が？俺の邪魔をしたから、あそこに二度と近づけないようにしてやった。じゃああの扉は幽霊ビルに浮かんでた。どうした？しみる。口の中思い切り切ったみたい。あいつら手加減なしだから。しみないの？すっごいしみる。お前って関係ないんだから、俺のことなんてほっとけばいいのにさ。おせっかいなやつだな。でもおかげで助かった。なんだ、足川が幽霊見たって噂は誰かの出任せなのか。ああ、俺がしょっちゅうあのビル行ってるから、いつの間にかそういう話になったんじゃないの。ねえねえ、あの扉の向こうには何かあるの？質問の多いやつだな。俺はお前のパパじゃないんだから、何でも答えてやれないぞ。僕はパパなんて呼ばないよ。足川こそ、親って誰だよ。わかった、片思いの女子の名前だろ。え、帰っちゃうの？俺はお前みたいな幸せなお子様に付き合っていられるほど暇じゃないんだ。それはこっちのセリフだ。お前みたいな幸せなお子さんに付き合っていられるほど僕はお気楽な子供じゃないんだ。へえ、何を言うかと思えばね。うるさい、お前にわかるもんか。さっき父さんが出て行っちゃったんだ。それで僕はだからお気楽なお子さんなんかじゃ絶対。それが何だって言うんだよ。たかが離婚くらいで。な、会いたければだって会えるじゃないか。ふざけるな。え、足川、足川、足川。運命が変わる。扉の向こうに行けば運命を変えられる。願いが叶うんだ。失敗したら二度と帰れない。でも俺は行く。足川はもう叶えてもらったの。足川、じゃあな。これでお別れだな。三谷、運命が変わる。扉の向こうに行けば願いが叶うんだ。お母さん。
扉の向こうの世界へ。変えてやる、僕のこの手で運命を変えるんだ。渡る、落ち着いて渡る。え、あなたは落ちてないわ。ほら、本当だ。よく聞いて渡る、あなたはこれからお試しの洞窟に行かなければならないの。洞窟？なんで？旅人には必要な儀式なのよ。大丈夫、渡るならきっと帰ってこられるわ。頑張って。ちょっと待って、君は？神様を奉じ、東方を守る暁の神将なり。旅人よ、何時勇気を望むか。え、勇気ですか？何時知恵を望むか。知恵？何時元気を望むか。何時喜びを望むか。勇気を、知恵を、元気を、喜びを、望むか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 、全部ください。我より逃げ切って森に帰ってみせよ。これでどうやって帰れって。
帰る道、帰る。55秒。やれやれ、先だっての旅人は50秒で謎を解いたというに。お主、ミツルよりだいぶ劣るな。ミツル、アシカを知ってるんですか、おじいさん。おじい、わしの名前はラウじゃ。ラウ同士様と呼ぶがよい。様、同士様。様、同士様。ラウ同士様。よろしい。様が肝心じゃぞ。はい、同士様。新たなる旅人、渡るよ。はい。結果発表。特殊技能ゼロ。体力はかろうじて平均。勇気は最低ランク。お主の総合評価は35点。よって見習い勇者の装備を与える。何も知らんのか。まあよい。運命の女神様はお主のような写しをからビジョンにやってきた旅人に一つだけ願いを叶えてくださる。女神様が願いを。その運命の女神様にはどうしたら会えるんですか。勇者の剣をご覧。勇者の剣。そうじゃ。その塚のところにある穴すべてに宝玉をはめたとき、運命の塔に登ることができる。そこに運命の女神様はいらっしゃるのじゃ。その宝玉は旅人への花向けじゃ。同士様、まだ聞きたいことでは。行け、見習い勇者よ。残りの4つはどこにあるんですか。助けて、ラウ同士。様、勇者よりアシカみたいに魔導士の方が良かったな。魔法なら町まで一飛びなのにさ。ん？犬？変な形。ポチ、シマ、お前なんて名前なんだ。ネジネジとか。お？お父さんとお母さんは、こっち？
者なのに、なんで逃げてんだよ、僕。やれやれ、運のいいやつだ。この辺りはネジ狼の縄張りだ。トカゲ！なんてな、こいつはダルババっつってね、見るのは初めてかい？はい。なんも怖がる必要なんかないんだぜ。あなたの方が怖いです。こうして耳の後ろを撫でてもらうのが好きなんだよ。おお。なんとも可愛いね。おい、それにしてもよくイルダ帝国からこっちに渡ってこられたな。帝国？イルダ帝国も知らねえのか？おいおい、え、ボズ、ひょっとしてお前さん、はい、まさか旅人なんじゃ。あ、はい、そうらしいです。でも最低ランクで。やったー、今朝起きた時からなんかいいことありそうな気がしたんだよ。苦しい。俺たち水人族とっちゃ旅人ってのは幸運の印なんだよ。母ちゃんになっちゃったよ。親父だって人生の半分近く旅人を探し歩いたんだけど、てってダメでさ。それなのに俺はやったー。俺は水人族のキーマン。最初のキーは次のキーマンより半を高くね。じゃないと女の名前になっちまうんだよ。旅人さんのお名前は？渡るです。三谷渡る。あら、いい名前だこと。砂シャチのヒレ、ムンバラの星肉に、ティアーズヘブンの涙水と。よし、入っていいぞ。どうも。ガサラだからね。俺たちダルババ使いや風船商人、星読みとか、まあいろんなのが集まってんだよ。おお。ユナバ、席、タロウ君取っといてくれ。はいよ。なまらぶ。でね、旅人を乗せたそいつは翌月サーカワイチの美人と結婚したんだよね。ドン。ダルババ王って言われたガンカロンもきっかけは旅人と飯を食ったおかげだって言うし、うちのじいさんなんてタキオの町外れて旅人とすれ違っただけで鉱山を見つけちまった。だけど旅人ってのはまあそうそう会えるもんじゃないからね。なんで全然食べてないじゃないの、あの子。あ、うん、ここはね、いい材料が手に入った時にしかやってない珍しい店なんだよ。俺が全部おごってやるから腹いっぱい食いなよ。ああ、ありがとう。それじゃあ、俺は積み荷を届けなくちゃいけないから。そうか、飯残すというなば、なまら怖いから。なまら？それじゃあ、お代ここに置くね。はいよ。すぐ戻ってくるから勝手にいなくならないでよ、俺の幸運さん。どう？おいしいかい？あ、おいしいです。とっても。全部食ってきな。はい、お座り。お茶玉。毎度。
キーマさんにはすぐ戻るって言っといてください。あいよ。どっちに。よし。待ちかねの皆々様、今日はスペクタクルマシンダンサーカスへようこそお越しくださいました。めくるめく世界をどうぞ最後までごゆるりとお楽しみくださいませ。お次は我がスペクタクルマシン団の花形ニーナによる空中ブランコをお楽しみください。ガキには関係ねえことだ。そういう問題じゃない。うるせえ、来るんじゃねえ。あっ、こら、邪魔すんなって。嫌がってるじゃないか。何やってるの。あ、ねえ、この人たち。誰かいるのか。君は。僕は怪しいもんち。どういうことだね。これは、あれ、あの、変な二人組のおじさんが。そうだよね。いいえ、そんな人はいませんでした。連れてきたぞ、カッツ。その子がサーカスに入り込んだ盗っ人かい？違うよ、僕は無実だ。ドラゴンの子供を盗もうとしてたんだろう。だから僕じゃないって。それはちゃんと調べればわかることだ。僕はこの世界に来たばっかりで。この世界？ということは君は旅人だよ。ほら、その勇者の剣だって持ってるし。だから僕は。やめな。旅人だろうが皇帝だろうが、罪を犯したやつは裁く。それが私たちハイランダーなんだよ。ちょっと待って。ねえ、出してよ。僕はやってないよ。よかったな、お前。皆が出払っているところを狙うとはな。ひでえやつ、見つけたらオイラがやっつけてやったのに。無理無理。どうしたミーナ、元気がないな。あ、そうですか。
このままじゃ本当に有罪になっちゃう。渡る？え？君はあの時のそこにいるの？残念でした。探しても見えないわよ。そんなことよりもっといいものを見せてあげる。これは母さん、ごめんね、渡る。お母さん、かわいそうね。君は誰？どうしてこんなことができるの？見捨てられた教会に行きなさい。ねえ、君、どうして僕にいろいろ教えてくれるの？あなたのことが気に入ったから。じゃあね、渡る。見捨てられた教会に行くのよ。待って、まだ聞きたいことが。また会えるわ、渡る。あなたが旅を諦めなければきっと。手のかかる旅人さんだね。うわ、勘違いすんな。あんたは釈放だよ。え？昨夜あのドラゴンの子が消えた。牢にいたあんたには盗みようがないからね。立てるかい？はい。安心するのは早いよ。共犯の疑いが晴れない限りこの町からは出さないからね。僕、早く宝玉を5つ集めて女神様にお母さんを助けて。わっ、犯人の目星はつけてある。僕やるか。はい、真犯人の居場所を教えてください。わたる、いなくなったと思ったら今度はあそこかよ。あの教会の地下に何があるか知ってるか？戻らず帰らずの洞窟だよ。入ったら帰ってこられないんだよ。あ、着きました。ん？あれが奴らのアジト、見捨てられた教会です。見捨てられた教会に行きなさい、渡る。マジまずいって。戻らず帰らずの洞窟だよ。あれ、水の匂いだ。水？し、奴らに聞こえます。しーね、しー、美味しい水が呼んでる気がするで。キキ、今怖いんじゃなかったの？だって水の匂いだよ、最高じゃない。ああ、湖だよ。やったー、やるぞ。久々の水だからね。水神族にとっちゃ水は命だからな。ちょっと湿気して。ダメだ。なんだ。止めないでってもたるちゃん。ほら、さっさとこいつは剥製にするぞ。火吹いて危ねえからね。あ、ん？誰だ？何の用だ？こんなとこ来ちゃダメだよ。こんなとこに連れてきたのはどっちだ？ドラゴンの子供を返せ。ドラゴン？知らねえな。嘘つき。ん？ペットにするだけだって言ったのに。裏切るのか？お父さんに会わせてくれるっていうのも嘘なんでしょ？まずい！その子を離して！
마무신츠노! 와타루, 오이. 아따 있는 놈까요? 이대로네. 와타루 와타루. 난とか. 오. 그랬대. 아노 코에노 오카게카나. そんな 바케모노가. ハイランダーが尻尾巻いて逃げ帰ってきたってのに、あんたは怖くなかったのかい？怖かったですよ。本当に食べられちゃうかと思いました。気に入ったよ、旅人さん。ドローン、用意を。はい。これは？ 私たちハイランダーの証さ、正義を行うやつだけがつけられる。正義を？これをつけていればあんたが宝玉を探すのに役立つはずだ。だが同時にあんたはハイランダーとしての責任を果たさなくちゃいけない。正義を行うってこと？そうだ。相手が強かろうと自分が損をしようとだ。できるかい？頑張ります。 僕を認めてくれたカッツさんを裏切らないように。わかった。それじゃあ腕輪に誓いを立てるんだ。どうやって？左腕に腕輪をはめな。うわ、ちょっと大きいや。私の腕輪にあんたの腕輪を2回ぶつけるんだ。はい。おめでとう。 これであんたもハイランダーだ。はい。おいでよ。カチさんが言ってたじゃん、頼りない新米ハイランダーを頼むって。あ、ほらこいつもついてきちゃったし。でもいいから。 君は？ミーナ。その子はファイアドラゴンの子供のジョゾ。あ！ワタルは俺たちの幸運さんだよ。
一緒に旅をすればミーナもきっとお父さんに会えるさ。どうせならもう下手くそな夢を描いていこうよ。どうせならもう下手くそで明るく愉快な愛のある夢を。気取んなくていい、カッコつけない方がお前らしいよ。Yes。 一生懸命になればなるほど空回りしてしまう僕らの旅路は、小学生の手と足が一緒に出ちゃう行進みたい。それもまたいいんじゃない。生きてゆくことなんてさ、きっと人に笑われるくらいがちょうどいいんだよ。心の奥の奥、閉じ込めてた本当の僕、生身の36と5飾らずにさ、 We don't stop。 けどまだ強がってるんだよ、まだバリアを張ってるんだよ、痛みと戦ってるんだよ。辛い時辛いと言えたらいいのにな。ああ僕たちは強がって笑う弱虫だ。ああ寂しいのに平気なふりをしているのは、ああ崩れ落ちてしまいそうな自分を守るためなのさ。僕だけじゃないはずさ、牙のないこの気持ちを、場所のないこの孤独を。渡るも一つどうだい。渡る。みんな聞けば。お仲間とはぐれてしまわれたのですか、お若いハイランダー殿。え、さぞお困りのことと。早々に私の手の者に探させましょう。あなたは？私はこのリリスを治めるダイモンと申します。すみません、こんなによくしてもらって。何をおっしゃられる。先ほどから一口も手をおつけにならない。ご遠慮は無用です。あなた方ハイランダーのおかげで我らは平穏無事に暮らしていられるのですから。そんな。デザートにはバウアウアの実を用意させていただこうと思ったのですが、マキーバでひどい山火事がありまして、バウアウアの木はその火事で一本残らず焼けてしまいました。旅人が宝玉を探すために森ごと焼き払ったのです。え？森を丸ごと焼き払うとは凄まじい魔力です。報告ではまだ子供で綺麗な顔をしていたと。足川だ。その話詳しく聞かせてください。トリアンカ病院に案内させましょう。山火事の被害者が大勢収容されています。話は彼らから直接聞くのが良いでしょう。ありがとうございます。あの、仲間も一緒に。ご安心ください。すぐにあなたに追いつくように手配をさせましょう。ここから出して！渡る！森には大勢の狩人や木こりたちがいたのに、その魔導士は何のためらいもなくこの森を焼き払ったのです。おかげで40名近い人間が亡くなりました。そんな。その魔導士は他にも城を壊したり川を決壊させたりと。足川は
アシカはそんなことをしない。きっと何かの間違いで。渡る、私の声が聞こえる？君はその建物に入ってはダメ。罠よ。どうしました？そいつは敵よ。私を信じて、渡る。あの、すみません。ちょっと急用を思い出して。そうよ、早くここから離れて。わかりました。そうですか。実はこの病院にいるのですよ。山火事を起こした魔導士も。え？全身に大やけどを負っていて、医者の話ではかなり危ないと。ですから。はしかは、渡る様、勝手に行かれては困ります。どこですか、その火傷を負った魔導士というのは。それでしたら、ほら、そこに。お父さん。どうした、渡る。お母さんが倒れたんだ。早く病院へ行ってあげて。もう家には帰らない、そう言ったはずだ。お父さんは僕とお母さんのことが嫌いになったの？違う。お前も大人になればわかるはずだ。だったら子供でいい。子供を困らせて。そんな大人にだったら僕はなりたくないよ。子供の方がずっと。黙れ。いつもどれだけ我慢してるかも知らないで勝手なことを言うな。働いて働いて、寝る時間も削って、欲しかった新車も何度も我慢した。それなのに誰も俺に優しくない、感謝しない、当たり前だと思ってやがる。こんなのが俺の人生なのか。うまいもの食って、欲しいもの買って、俺は俺のために生きちゃいけないのか。俺のためだけに。もう嫌なんだよ。だから大人も夫も父親も全部やめてやる。随分変わった父親だな。なあ、三谷。アシカ！だいたい俺が自分の魔法で火傷するわけないだろう。とにかく、これで借りは返したからな。何者だ？屋上の魔法陣を書いたのはお前か？お前だと？誰に向かって口を聞いている？何を召喚するつもりで書いたか知らないけど、間違ってるぜ。方位がずれてるし、線の長さも違う。どこの魔導院で習ったんだ？ちゃんと卒業したのか？私を侮辱するのか？質問してるだけだよ。声が遠くて聞き取りにくいな。あんた、ちょっとここまで上がってきてくれないか？エアラダーの魔法を使えば簡単だろ？なんだ、エアラダーも使えないのか？
無実なる我がしもべよ、悪しき者を倒せ。汝、我が内なる志の矢を受けよ。